ルノワールの1876年の絵画、ラフ、あるいはアンナのトルソ、モスクワ、プーシキン美術館所蔵、1876年の絵画、ムーランド・ラ・ギャレットの舞踏会、ルノワールの最も有名な代表的傑作である。オルセイ美術館所蔵、1876年の絵画、ブランコ、オルセイ美術館所蔵、両作品ともにカイユボットのコレクションであり、 本作品と同じ経緯で、オルセイ美術館に所蔵された。陽光の中のラフは、フランス印象派の画家ピエール・オーギュストル・ノワールが1875年頃から1876年頃に描いた絵画作品である。終作、若い女性のトルソ、光の効果とも呼ばれる。太陽の光の効果を画面に積極的に取り入れた本作品は、ブランコ。 ムーランド・ラ・ギャレットの舞踏会と共に、印象派時代のルノアールを代表する作品の一つとなっている。1876年の第2回印象派展の出品作品であり、同じく印象派の画家で美術コレクターでもあったギュスターブ・ブカイ・エボットのコレクションに含まれていた。現在はパリのウルセイ美術館に所蔵されている。緑の中に一人の女性が佇んでいる。 女性の裸体には木漏れ日が落ち、光と影の濃淡が織りなすまだら模様を作り出している。画家は女性の肌の上で日光とこの葉の影のもたらす繊細な影響を捉えようと試みており、その際に印象派の典型的な技法である筆色分割を用いている。また女性の肌と背景の筆使いは対照的で、 特に背景の即興的かつ大胆な筆使いと鮮やかな緑の色彩は強い太陽の光を感じさせるとともに女性の柔らかな裸体を画面から浮かび上がらせている。それでいて緑と女性との間の輪郭線は曖昧であり、まるで緑の持つ生命力と女性が光の効果で一体となり溶け合うかのようである。ルノワールが本作品で描いたモデルの名は、 アルマアンリエットルブフとされている。パリ南東のシュノワーズの生まれで、両親と共にパリに住み、アンナの愛称で呼ばれていた。彼女が本作品のモデルをした時はまだ19歳で、あり、天然痘で若くして、よう去るのは本作品の完成から3年後のことである。この頃のルノワールは、マルグリットルグラン、ニニ・ロペス、アンリエット・アンリオ、 ジャンヌサマリーといった比較的細身のモデルを多く使ったが、後年は豊満な体型のモデルを好むようになる。本作品におけるアンナはその先駆けとも言える存在である。ただし、本作品のモデルはモスクワのプーシキン美術館に所蔵されているラフ、あるいはアンナの撮るそのモデルとは髪の色が異なっており、モデルに関して疑問視する意見もある。 二年前の1874年4月15日に開催された第一回印象派展は国標でもって迎えられ、ルノワールの作品もまた批判を受けている。筆のタッチと色彩の効果を重視する反面、輪郭がぼやけ、背景と一体化したかのように見える画風は当時の一般的な美術の基準では未完成品でしかなかった。この時の国標が原因なのだろう。 ルノワールは本作品のタイトルを単にエチュード、つまり修作都市第2回印象派展に出品した。この時もまた様々な否定的な批判を受けたが、その中でも特に有名なのが歴史ある日刊誌フィガロの美術担当記者アルベール・ボルフによる国評である。アルベール・ボルフは本作品について次のように述べている。女性のトルソというのものは、 死体の腐敗した状態を示すような、緑や紫の染みで作られた肉の寄せ集めではない、ことを、どなたか、ルノワール氏に説明してあげた方が良いだろう対して、サッカーアルマンシルベストルのように好意的な意見も、参見された。アルマンシルベストルは本作品を次のように表した。ルノワール氏は、実に心地よいバラ色の会長でラタイを描いている。私は、全くもって、 彼のラフ集作が好きだ。これは、色彩化の作品であるなも、ルノワール本人は本作品を単なる集作と考えていなかったことは、第3回印象派展に本作品と同じ手法で描かれた、ブランコとムーランド・ラ・ギャレットの舞踏会を出品していることから明らかである。この点に、ルノワールの画家としての自信の方がを見ることができる。 もともと本作品はカイユボットが収集した印象派絵画のコレクションの一部であり、カイユボットが死去した1894年に遺産として登録された。カイユボットは遺書によってコレクションをフランス政府に依存する意思を示していたが、当時の世評はまだ印象派に対して批判的であったため、受け入れのための交渉は2年に及び、ようやく68作品のうち38作品が、 受け入れられた。本作品は、その38作品の一つとして1896年から1929年まで、パリのリュクサンブール美術館に所蔵された。リュクサンブール美術館は、当世の芸術家の作品の収蔵を目的とした美術館である。その後1929年に、ルーブル美術館に帰属、1947年に開館したばかりのジュド、 ポウム国立美術館にさらに1986年にオルセイ美術館に移管されている。ありがとうございます。